ちはすごい寒く感じるんですけど、え、今は寒い？寒いですか？ここコールド？ก็ตอนนี้อยู่ในฮอเนี่ยอากาศโอเคแล้วครับแต่พอออกไปข้างนอกทีมันก็จะก็ได้ก็อากาศใต้เนี่ยส่วนตอนนี้ก็จะสุดสั่นเลยสิอ่ะ外出ると寒いねうんちょっと糸があまりร้อนเพราะว่าได้รับความรักจากทุกคนอ่ะนี่ก็สักระอากาศใต้知ってる日本語ってあります？ちょっと覚えた日本語さっき肉は聞きましたけどなんか肉以外でもなんかない？寒い安い寒い安い言って言って言って大好きで何このやりとりの違うこのこれぐらいかわいいかわいいかわいいเวลาพูดต้องทำน้ำเสียงให้เหมือนเขาด้วยかわいい日本人とやっぱその可愛いって言うとやっぱそうやって若干ニュアンス的に可愛いって言われるけどすごい上手ですすごい上手でしたよね上手可愛いじゃあ石藤さんはどうですかなんか知ってる日本語ありますか จริงๆรู้คำศัพท์ญี่ปุ่นเยอะมากพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนชอบดูการ์ตูนครับ結構その多くの単語に知ってるらしいんですけど日本のアニメが好きらしいんで本当ですか例えばどんな今思いついた日本語ありますいただきます。いただきます。いただきます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ยินดีต้อนรับ。มันก็จะมีพวกคำที่มาจากการ์ตูนทั้งหลายซึ่งในชีวิตประจำวันอาจจะไม่เคยได้ยินไงครับ。ちょっとアニメでよく出てくる単語なんで日常的にはやっぱ聞かない言葉が多いですね。あ、そう。でもやめては日常的には聞かないかね、聞かないね。非常に頻繁に聞きますね、やめてって。やめても聞くと、あ、そうなの。なんかちょっとうるさいね。うるさいです。うるさいね。ハワイのカートゥーン、やまあ、かまが、ショーマーマー。非常にアニメ好きなんで、もうしょっちゅう、まあ、見てるらしいです。じゃあ、ちょっとなんか、しんとうくんにもなんか教えてあげましょうよ。何がいい日本語。かっこいい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 。新東区にもう一回教えてあげましょう。せーの。かっこいい。かっこいい。お、覚えましたね。二人でもう発音良かったですよね。良かった。完璧。かっこいい。また後でテストしますからね。よかったら覚えておいていただいてね。うん。そうですよ。落ち落ちねできないですよ。さあ。もう本当に最近ねもうお二人本当に忙しいと思うんですけど最近の近況どんな風に最近過ごしてたのかそれぞれ教えてもらいたいと思いますクリスさんどうですか最近のなんかこんなこと僕してたよครับผมช่วงที่ผ่านมาของพีซถ่ายละครครับแล้วก็เพิ่งถ่ายเสร็จปิดกล้องเรียบร้อยไปเมื่อ2วันที่แล้วมา最近ドラマロケが多いですねで2日前にロケが終了したばかりですお疲れ様Love by Frontier นะครับ next year นะครับรอดูด้วยนะครับ Love by Frontier ですね来年に放送します Love Beyond Frontier Love Beyond Frontier Love Beyond Frontier ไม่ค่อยได้พูดภาษานี้พูดอุบัติรักข้ามขอบฟ้าครับあんまり英語の名前あんまり喋らないんでちょっと忘れました大丈夫大丈夫です全然発音はもういいですアベロが出ましたもう素敵でございますさあそして新藤君はどうですか最近の近況教えてもらっていいですかเพิ่งจะส่งโปรเจกต์ของมหาลัยไปเมื่อประมาณชั้นเพิ่งปิดเทอมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับผมその先週に大学がまあ休みになったわけですそれまでになんかリポートを出したわけです勉強してリポート書いてたんですかリポートทำอะไรใช่ครับเหมือนกับว่ามันต้องทำเป็นโปรเจกต์ส่งพอทำพวกหนังสั้น MV อะไรเงี้ยครับMV ですねの作成をやってたらしいですねそれが大学のプロジェクトだったらしいですかっこいいね、頭もいいしかっこいいなと思いますけどもそしてお二人の新しい作品の「アワースカイン」二人のね、二人のそのせ二人のその後を描いたという作品がなんと12月21日の来週金曜日にタイで放送されますこれ言える範囲でどんな内容なのかちょっとだけ教えてもらっていいですか放送前ですからね。どんな風になってるのかね。
ครับผมก็ Our Sky เนี่ยตอนอาทิตย์ก้องพบนะครับผมก็อยู่ในช่วงที่ก้องพบจะไปเรียนต่อใช่ครับใช่ครับไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับก็ต้องมาดูกันว่าจะทำยังไงดีจะเลิกกันไหมหรือว่าจะตามไปอยู่ด้วยเลยหรือว่าจะยังไงอะไรเงี้ยครับอาทิตย์ตกก้องพบก็卒業した後のまあ話になっちゃうんですけど、でก้องพบが留学することになっちゃうんですね。で実そうなっちゃうとじゃああのまあ二人の関係どうなるかということで、まあそれその時はまあお楽しみ。ちょっとね、あの距離が離れてしまいますけど、ドキドキしながらね、皆さん。ロンロン、聞いてみます。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 それお互いのことをどういう名前で保存してますか？ポンメンはですね。ポンメンはシンドワンか。シンドワン。はい。สิงตวน S I N G T U A N ใช่ครับมาสองคำจะสิงตวน It's like สิงมาตวนมาตวนอะไรเงี้ยครับสิงตวนน่ารักちょっとお茶目にお茶目な感じで入れてるんですねなるほどそうですじゃあしんとくんはクリスのことどういうふうに入れてますか長め非常に長いらしいです長く入れてるの僕は感じはセーブ変化にまくまくคือคุณพูดมาในวันแสงโพธิญาณเลยอ๋อโอเคยาวไปเนมเดคือห้องเมียฟูลเนมเดก็จะใส่ว่าน้องคริสแล้วก็จุดแล้วก็ KU 73จุดแล้วก็คือ KU ดอท73แล้วก็สุดท้ายเมื่อก่อนก็จะเป็น ECON อีคอนนะอีคอนมหาลัยเวอร์นะครับมาดายาทุนของ学部の名前らしいですそうなんです。なんでそんな長く全部入れちゃったんですか？เพราะว่าโทรมาปุ๊บเราจะได้รู้ว่าคนนี้เป็นน้องเป็นพี่แล้วก็มาจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน The same university一瞬でこの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 人がその先輩後輩として見分けやすくなるようにまあそういったそのあと同じ学あの同じ大学同じ学部に育ってに判別しやすいようにな長く入れてるらしい。まあパッと見た時にもう長いからねっていうすぐに分かるようにっていうね。ということね。ということね。ああ、そうですか。普通的な他の人は長くないかな。まあ一般的のまあ他のその名前は短いんですけど、まあ彼だけ特徴ですね。やっぱりボリューミーにね、やっぱり変えとかないね、やっぱそうですよ。まあ、เพราะว่าอยู่ด้วยกันมาตลอดเนี่ยครับ。เพราะว่าตั้งแต่มหาลัยทำงานคณะหรือว่าอะไรมันอยู่กันมายาวกูมันก็มีแบบยศอยู่ข้างหลังมันก็結構長い時代なんでやっぱ学生時代からまあ仕事してる時代も結構ずっと関係長いんで徐々にそのまあタイトルが長くなっちゃうタイトルをなんかどんどん付け加えてでほんかっぱいほんけーでな彼も帰ったらすぐに今あの名前をほんけーでほんぺんしんとんど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 んそたんぬんそたすどんso that so dot our sky our sky dot fan meeting เอาทุกประเทศเลยครับทุกประเทศเจ็ดประเทศในประเทศยาวไปเหรอยาวไปประดับยศไงไทยตัวละสกิลตรงนี้คือพอเวลาเขาซึมหรืออะไรเนี่ยเราจะเข้าไปเล่นแล้วเอ้ยนี่นั่นตบตูดทีนึงเขย่าขาโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับให้เขาอารมณ์ดีこれ中学生の中学生でしょ僕もそのちょっと若干いじめっ子なんでちょっとからかうんですよまあこんな感じで頭叩いてお尻叩いたりするんですよ今のなんかすごい可愛かったもう一回やって今の歌がすごい可愛かった歌がなんかああ One small please ก็แบบผมชอบเข้าไปแกล้งเข้าไปเล่นแย่อึอะเล่นตบตูดบ้างเขย่าขาอะไรเงี้ยครับผมこんな感じです最終的にやっぱお尻叩くっていうのが最後ชอบเอนเตอร์เทนเขาเลยมาเอนเตอร์เทนนั่นเอง元気になりますねこれねこれ聞いたらいいと思いますよじゃあそうされたら新藤くんはどんな気分になりますかクリスマスでダムダムダムとかされたらどうあตามความจริงเลยนะครับ正直に申し上げますよはいสมัยแรกๆที่รู้จักกันอะเราจะรู้สึกว่า
อะไรเนี่ยแอบทำไมเนี่ยอะไรเนี่ยมาจิ้มนะก็เลยอ่ะ正直こいつ何なんだと思いますแต่ว่าพออยู่ด้วยกันมานานๆก็เริ่มรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยนี่คือเนเจอร์ปกติของน้องแล้วก็รู้สึกว่าเออน้องพยายามเอนเตอร์เทนเราอยู่แล้วก็รู้สึกดีただ徐々に仲良くなるとあこれは彼の自然体なんだなってまあ彼の性格を理解することができます。なるほどね。じゃあ彼がこうやって元気づけてくれるとやっぱり慎太くんもニコってこうちょっと笑顔がこう出る感じ。ก็ถ้าเกิดว่าไม่เครียดมากก็ยิ้มแต่ถ้าเกิดว่าเครียดมากก็แบบนึงแบบนึงแบบนึงまああの非常にストレスあストレスが溜まってない場合ですとまあニコッとするんですけど非常にストレスが溜まってればちょい待ちなって言いますおちょい待ちななんだじゃあ逆にクリス君が落ち込んでるのをシント君が見た場合はどうやってこう元気づけるんですか ปกติผมจะถามแค่สั้นๆครับว่าเป็นไรปะเนี่ยแล้วก็แบบนั่งเงียบหรือไม่บางทีคือผมอยากจะพ่นอยู่แล้วอยากจะพูดเยอะๆอยู่แล้วผมรอให้คนมาถามพอเขาถามปุ๊บเนี่ยหูเขาชาทันทีเลยคือผมก็พูดไม่หยุดเลยอะไรเงี้ยครับมา僕の場合ですとそのまあまあ優しい声で大丈夫どうしたって聞くんですけどほらまあクリスさんの場合ですともう自分でも言いたい放題なんでめっちゃ喋りますね彼も痛くなるほどめっちゃ喋りますあそうなんだえラグミナティラファンなんや逆に僕は聞く側ですね。あ、そういうことなんですね。聞き役、そしていっぱい喋る方みたいな感じね。いい感じにね、なってるってことですね。わかりました。さあ、じゃあ次の質問いきましょう。お互いがこんなに、まあ、ちょっと微妙なんですけど、それだけです。ด้วยความที่อยู่ด้วยกันแทบทุกวันครับ。มันเลยไม่ได้แบบว่าพอเป็นท่าเป็นอะไรแล้วมันตื่นเต้นแล้วกับการเป็นว่าพี่วันนี้เราไปนัดเล่นเกมกันดีกว่าอันนี้ตื่นเต้นกว่าเยอะเลยครับอะไรเงี้ยครับมา正直以上にもうほぼ毎日一緒にいるんでもうなんだろうまあそういった関係というかその仲がいい関係なんで、あのなんかキュッとするそういう仕草さんほとんどないんですよ。ただ逆にあこれから今日なんかゲームしに行こうぜっていうとそっちの方がなんかキュッとなります。ゲームに行こうねみたいなことをね言ってくれ誘ってくれるとね。なるほど。どうですか新太君。อยู่ด้วยกันมานานจนรู้สึกว่าสิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นจริงๆน่าจะเป็นเรื่องที่เราบังเอิญเหมือนกันมากกว่าครับใช่เช่นบางทีชอบการ์ตูนเหมือนกันเรื่องเดียวกันหรือว่าเล่นเกมเดียวกันแล้วก็จะชวนมาเล่นแล้วก็คุยกันเรื่องเกมใช่非常に仲がいいんでいつも一緒にいるんですかでやっぱキュッとするのはやっぱそのなんだろうなんか意見が一致する場合です例えばなんかまあ俺の好きなあれはこれなんだってああ俺もそうだみたいな感じその意見がまあ一致すると非常にまあキュッとしますねなるほどね気が合うっていうねことでございます素敵でございますねさあ次の質問いきましょうもし一日だけお互いが入れ替わったら何をしたいですかということですね朝起きたらクリスがシントになってましたよどうしますクリスちゃんどうしますポンコンペルコンピューターかかわれまず先に彼のパソコンを開きます。僕が見てみると、え、ゲームは何だ？どんな画像や動画を保存するのかな？あとそれを検索します。めっちゃ。หรือไม่ก็อาจจะแบบศึกษาดูงานเขาซะหน่อยว่าเอ้ยช่วงนี้เขาทำโปรเจกต์เขาทำยังไงเรียนอะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็แอบเอาไปทิ้งล้อเล่นมาตอนนี้มาด้วยจุดมา大学でどういったことを勉強するのかっていうのを一応まあ検索してでそういったデータを全部削除します削除いたずらっ子ですねいたずらっ子ผมชอบเสียงพี่ของเสียงพี่ของน่ารักあ、私の声だ。可愛い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 。クリスも可愛い。じゃあ、シント君はあのお互い入れ替わる。いや、ディクロンはパワー。その入れ替わったっていうのはその才能的にも入れ替わるのかなと思うんですけど、もし才能的に入れ替わったら彼のまあそのドラムの才能を生かしてそれでまあドラムやってみたいなと思います。ああ、เรามีความรู้สึกว่าเวลาเขาตีกลองมันมีความเท่เราอยากแบบอยากเท่แบบนั้นบ้าง。彼がドラムやってる非常にかっこいいんです。なので僕もちょっとかっこよくなってみたいなと思います。おお、そう。แล้วก็ถ้าทีมงานเดี๋ยวหักไมค์กลอง。それドラムのスティックを終わります。なかなかいたずらっ子ですね。
ら戻ってびっくりみたいなね、プラスチック割れててね、保存してたのなくなっててっていう感じでね。リップマハレレマイク逆にもらったらすぐにも会いに来て俺のスティックって言います。ね、俺の保存したものみたいなね、お互いね大変なことになっちゃいますけど、これは発酵だい、それもう一回、ね、リコールできるんで、さすがかっこいい、かっこいいですね。じゃあ次の質問です。ソンボスシリーズを、見て皆さんが思ったであろうことなんですけども、ドラマの中では毎回クリスさんだけがシャワーシーンがあったんですが、なぜクリスさんだけだったんでしょうかという質問をちょっと用意しました。へครับผมว่าเป็นเพราะว่าพี่อาทิตย์สกปรกครับใช่ไหมว่าอาทิตย์先輩は非常に汚いからだからサワーシーンを強調して何回もそういうไม่จริงๆอาทิตย์อาบน้ำบ่อยเพราะว่าอยากให้คนอ่อยคนน่ะให้คนแบบว่าเอ้ยมาอาบหน่อยอย่างงี้มั้งครับงี้มั้งครับまあ逆にその色気付けしたいんでじゃあまあサワーシーンまあサービスいっぱい出してそれでは私に私の魅力にまあ誘惑してさいみたいな感じでされた。でもやっぱりすごい体がもうムキムキというかとってもいいお体をされてると思うんですね。やっぱりこう結構鍛え運動したりとかって鍛えてらっしゃるんですか。あ、ตอนนี้ไม่เป็นเหมือนตอนนั้นแล้ว。今日も違いますか。今違う。あ、ตอนนี้หอมหายไปหมดแล้วครับ。ใช่หายไปหมดเลยกล้ามเนื้อหรืออะไรเงี้ยไม่มีแล้ว。筋肉も全くないですよ。本当ですか。そんなに筋肉すぐなくなるものなんですか。ก็ยังมีบ้างครับแต่มันก็จะแบบไม่เยอะ若干残ってます。その白いそっくりの下には若干残ってらっしゃる。ね、そのあ、なんか今確認ねしましたけども、でもやっぱり、まあ、ドラマのねそういうシーンがあるから頑張って鍛えたと思うんですけど、多分食事も気をつけたりもされたんですかやっぱり。คือปกติอะครับทั้งคริสทั้งพี่สิงโตอะเป็นคนกินยากครับก็เลยแบบว่ากินอะไรไม่ค่อยได้ก็เลยไม่ค่อยมีแบบอ้วนแล้วหรืออะไรเงี้ยครับมีแต่ผอมส่วนเนี้ยก็กำลังจะผอมลงไปอีกใช่ไหมเดี๋ยวเพิ่มขึ้นแป๊บนึงรอก่อนแป๊บนึงまあ結構その食べることに関して結構うるさいらしいんでなかなかまあ食べないというかなんで徐々に痩せてくるんですよなんであキムも最近痩せてるんだろうって言ったらいやこれから徐々に体重を増やすんですよ。ああそうなんですね。でもすごい細いしね。でもナースどちらもでもやっぱりすごいナースバディでかっこいいからまたそれぞれの違いがあってかっこいいと思う。全然の。若干ありますよ脂肪が。いいですそのぐらい、うん、そのぐらいいいですよね。ええー、ねそのぐらいいいですね。もうそんなことしなくていいちゃんともうこう普通にしていただいて大丈夫。楽にして、うん、楽にしていただきたいと思います。で次の質問でございます。ソータスシリーズ2で、したけども今日はですねそれを2人に再現してもらおうかなと思っておりますけども大丈夫ですか。いいですか。ทุกคนละครับผมเนี่ยตากล้องいやです僕今回はカメラマンになります。そうですか。じゃあちょっと携帯かなスタッフさん持ってきていただいてもよろしいでしょうか。ね、生でねそのシーンを皆さんに見ていただきましょうか。ではつなぎますよ。はい、あ、ちょっと指輪を外しましたね。はい、取りやすいようにね。はい。そう取ります。
でした？いいですね。いいか。どう？もう一回。ちょっともう一回撮る。ちょっと見せてもらって。ハルーナ。ちょっとみんなに今撮ったの見せてもらっていいですか？一瞬ちょっとカメラさん。一瞬ちょっとこうカメラに向けて。皆さん見えるか？皆さんも映ってて、白いつぶつぶは皆さんのお顔ですからね。もう一回撮る？あなた満足できないみたい。もう一回。ラーメンも食べる。あ、すみません。意外と大変。意外と大変でございます。意外と大変。やっぱり手をね、綺麗にやっぱりね、ロマンティックにやっぱ撮りたいでございますからね。OK ですか？真剣ですね。ドジちゃんマークですね。OK。取れた？取れました？取れました。取れました。見せて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 。この写真は後ほど日本ファンミーティング公式ツイッターとジョイタイムのフェイスブックで公開しますので、ぜひ皆さんダウンロードしてください。ということで、ここまでトークを、ね、皆さんとしていきます。抽選をして計6名ファンの方に仕上がっていただきます。それでお題を出します。お題を出します、ね、例えば、うん、そうですね、何か面白い顔してっていうお題を出すと、3、2、1で同時にクリスも新党もこの6人も同時に同じ顔を何か面白い顔をする。で、同じ表情を作ることができたら、その方はポイントゲットというようになるわけですが、どっちと同じでも大丈夫です。どっちと同じでも誰か一人と同じものを作った人、まあ、ポーズでもいいですね、表情でもですね、作った場合はポイントゲット。で、全部で3問あります。で、一番ポイントが高かったことは、お二人とスリーショット写真を撮らせていただきます。ですので、これから抽選をします。抽選をして当たった方は携帯電話、自分のスマホをね、持ってきてステージにお越しいただきたいと思います。わかりましたか？わからない人、わかんない人、わかんなかったら隣の人に聞いてください。ということで、抽選しましょうね。まずね、抽選しましょう。はい、あれ引きに行っちゃいましたね。ありがとうございます。じゃあクリス3人引いてください。あ、すごい、一気にね、3、はい、3人一気に引きました。はい、お、じゃあ発表しましょう。まず1人目です、お席番号 D の25番の方、28番の方、 W の28番の方、 W28番の方、ステージにお越しください。いますか、 W28番は。はい、あと3人は、はい、ですね、はい、あ、ステージにお越しくださいね。次発表しましょう。 L の17番の方、 L の17番、 L の17番の方は、 L よ、 L よ、どこどこどこいらっしゃいますか。 L の10、あ、僕のチームメンバーなんですかって聞いてるんです。あ、メンバーはその別にその関係ないですね。とりあえず3、3で聞いてもらえる。チームとかはね、関係あるのかっていうことで、で、何をするかと言いますと、何をするかと言いますと、How to 何か do かとすると、お題が出ます。あ、お題が出ない、私が言うんです。お題を言いますので、例えば何とかのポーズしてくださいって言います。だったら私がワン、ツー、スリーで、そのスリーのところでやってください。で、2人も同時にやります。で、2人のどちらかと同じポーズをした人がポイントゲット。 OK? Do you understand? あ、understand じゃない。おーおー、どうしよう。おー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 、なんかかわいいね。いいよ、そう、説明してあげて、うん、すごいね、これね、時間かかりそうだよね、今日ね。あの、分かりました、今分かった、分かった、 OK ね、お名前何さん、佐藤さん、あ、下の名前は恵子ちゃんと、恵子ちゃんと、恵子ちゃんとゆかちゃんと、 What do you want to name? アップちゃん、アップちゃんね、 What do you want?
사람들말이아짱어너무아짱아짱삐꾸리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 아짱삐꾸리미요코데미요코짱네오짱네M 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 もう忘れた。どうしよう。とりあえず、とりあえずこう順番に今1番2番1番の方から6番の方までいらっしゃるということでね。いきますよ。あの2人。乾杯な。お二人大丈夫。OK。いきますよ。それじゃあ最初のお題は。Dreamland ครับ。最初のお題は。Dreamland2ハートを作る。ハートを作る。ハートを作る。あれが大事。メイクハートね。じゃあ私がワン・ツー・スリー・ゴーっていうのでゴーの時にやってください。あれか、僕もさんやな。ワン・ツー・スリー・バック・ゴー・バック・タンレーゴーのゴーで作るね。あ、ゴー・バック・タンレーワン・ツー・スリー・ゴーでいきますよ。いきますよ。せーの。ワン・ツー・スリー・ゴー。おっ、ゆかちゃんだけ。他の方はちょっと惜しかった。もう2人寝てるんでダブルポイントですかね。ダブルポイントということは2ポイント獲得。惜しかった、惜しかった、惜しかった。こうじゃなくてこうだったの。こうじゃなくてこうだったのね。ゆかすごいよ。じゃあ行きましょうか。第2問目で分かりましたね。アンドスタンドね。オッケーね。じゃあ一番向こうの方何さんですか、名前が。ピンクの M さん。M さんアンドスタンド。オッケー。カチャイナハオッケーな。M さん、M さん集中的に言ってあげた方がいいかも。M さんオッケーね。じゃあ行くよ。次のお題が。テープとパイナハ。写真撮影の時の決め顔。クーポスナー。わらむけがけけがわらたいルーバ。写真撮影の時の เฉพาะหน้าอย่างเดียว一番顔顔です顔です。เวลาถ่ายรูปคุณต้องโพสหน้ายังไง表情ですね、いわゆる。まあ体の形はどうでも、あ、顔表情ですよね。เอาแค่หน้าอย่างเดียวนะครับ。โอเค。โพสหน้าอย่างเดียว。เอมิจัน understand? เข้าใจนะครับ understand โอเคโอเค。อัพอัพจังอัพจังอัพจัง understand โอเคโอเค。ที่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 นั่นนั่นนั่นไม่ね二人が今相談してるね。2人 OK? OK なんか2人待ちです OK いきますよ。それではいきます。3、2、1、GO! あれ、これはちょっとにっこり笑ってる、微笑んでる。そしておっ、振動と一緒、振動と一緒、振動と一緒。ちょっとにっこりだから違うね。振動と一緒。ということで、今当たった人ちょっと手を挙げてください。4分の5人で盛り上がらないといい。じゃあ、今当たった人。じゃあ、3番、4番、6番の方が1ポイントずつ獲得ね。ちょっとクリスの顔が可愛いかも。ポイント、1ポイント、0、1ということで、今のところちょうどね、ゆかちゃんがね、2ポイントです。みんな頑張って。優勝者は3ショットの写真ですからね。最後です。じゃあ最後のお題です。テームスパラ。自分が一番可愛いと思うポーズ。ポーズは体のポーズ。ポーズ、体のポーズね。ポーズな、タンランガイのあれからどうならそう。もう何でもいいのよ。例えば可愛いと思う。これでもいいし。ポーズあれからこんなでもいいし。何でも体でね、体でね。ジェスチャーなどれな。それでは行きましょう。3、2、1、GO! クリスと一緒、クリスと一緒。あ、違う。クリスと一緒。ちょっと残念。クリスと一緒、クリスと一緒。ということで。ということは何ポイント？ということは何ポイント？何ポイント？はい、あ、出ました。なんと、お、2ポイント獲得が2番、3番、6番、M ちゃんもよ。ちょっと待って、ゆかさんと、あっちゃん、あっちゃん、あっちゃんと、M ちゃん、なんと2ポイント獲得で、同率優勝です。おめでとうございます。
手をされなかった3人は先に握手をしてね。握手をした。握手をした。じゃあこちらの方がね握手をお二人ね握手しましょう。おめでとうね。お疲れ様。お疲れ様。ね。はい。でね。ごめんね。ありがとうございました。大きな拍手でお送りください。あっちゃんに2ポイントで写真写真ね。写真の人、あなた、写真 OK よ。あ、携帯持ってきた？携帯持って取りに行くね。OK。携帯取りに行く。さっき言ったんだけどね。OK。じゃあ写真、携帯撮りましょう。スリーショット。ああ、よー。羨ましい。なんちゃサドメカ、そのカクショ楽しいです。非常に好きです。好きです。好きですか？え、新徳も楽しんでますか？私どれかサドメカ。サドメカ、ポカティ、ちょっと前からポッタバ、ならならさあ、胸キュンレッスンということで、日本にはですね、いろいろと胸キュンする、まあ何かあるわけです。例えば何がある？壁だ。ありますよ。例えばなんかこう頭までポンポンとかね、いろいろあります。で、日本はそういうバラエティがめちゃくちゃ豊かにあるんですよ。で、今日はないけど、私が基本的に好きなのは袖くる。袖くるわかる？後ろでなんかやってる時に、ね、キッチンでなんかやってる時に袖を後ろからくる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 ってやってもらう。それすごい楽しくない？で、そういうのを今日は8個準備させていただきました。8個です。で、この8個をですね、やっぱり日本独特のね、やっぱりそういう名前がついてる胸キュンポイントを今日はもう教えようと、2人にレッスンしてもらおうというちょっとお姉さん目線のコーナーでございます。今日レッスンしますからちゃんと覚えて帰ってくださいね。ジャンプカップインプレッはい、OK。 お願いです。本当ですか？わかりました。じゃあそのね、6つの、まあ、表を出してもらいます。8つですね、8つ表を出してもらいます。はい、8つ全部やってもらいます。じゃあまず、1つ目はこちら。頭なでな。これは簡単ですが、まあ、頭なでなでするだけ。ちょっとなんか2人が、ね、もうどっちがなでなでします？あ、ちょっと怖いね。じゃあこれします。海外中ファイトはご自分たちの好きなタイミングでね、頭なでなでの。なんかセリフとか言ってもいいんですよ。マネージャーマネージャーマネージャーセットしてるからそこ若干座りにくいです。優しい。じゃあ入れちゃうかい。ということで、ね、これをまだね、序の口ね、頭ポンポン、かわいい。え、クリス、される感じはどんな感じですか？どれも好きね。好きっこいの。ラーメン。ラーメンだ。ロセもテーブルにロクマンとエグレイクロクマンとエグレイク恋になった感じ。そうです。でもこれはもう序の口、こんなのすごい簡単ね。そのちょっと次の2番目いきましょう。こちらザこれはもうロマンでございます。どういうシチュエーションかもお任せします。どういうシチュエーションで行くの？どういうシチュエーションで行くの？どういうシチュエーション？ミスターリーネル。寒い。
じゃなくて、コートあ、コートコート何、ね、お互いやってほしいとあ、お互いやってほしい、オッケーオッケーお互い、チェンジチェンジチェンジどうぞ寒いさ、寒いさで向こう向いて座ってるんだけど、おいこっち向けよっていうか、あのじゃんけん始まってますよけど、おいこっち向けよ的なこと言ってほしいっていうことですね。なんかどうもちょっとちょっとこっち向いてる感じね。そう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 。มีแต่คนไทยครับちょっとไทยのやり方なんですが、説明しづらいなんか。説明しづらいね。いいよいいよいいよ。おおお。そう丁寧ですね、優しい感じ。段階半面ライマー。いいんじゃない。ビリブーめだ結び方わかんない結び方わかんない、不器用不器用なとこがいい不器用なとこがいい。あまりはホームスポーマンこれビンダーなんかスーパーマンの本当にちょっとひらひらひらってくるようなね感じですよね。はい、ということOkay, okay. Yep, 壁ドンは
เคยทำมาก่อนนะคาเมโดยัตตะกันไหมどっちがする？ใครจะเริ่มก่อนใครจะเริ่มก่อนどっちがする？あ、シントさん。シントくんがクリス君にカベドン。カベドンするんです。でもさ、いきなりカベドンっておかしいじゃない？だからシチュエーションをなんか考えよう。あ、リムカーか。もちろんです。あ、考えてる。オッケー、考えてる。二人に任せるね。じゃあオッケー。いきますよ。カバーか。準備できたら言ってね。幸せ中。じゃあ私が3、2、1、アクションっていうかそこから始めてねって言ってもらっていいですか？では、パパ、3、2、1、ラブ、ラブ、ラブ。スピードアクション。ああ、分かった。もう言った。はい。アクション。クイガナ。メモ。メモピカ。なんで持ってんだよ。何や。これどこ行くんだよ。クイガナ。話し合いしないと。マイク持ってる。はい、飲んでます。ไอ้ครับก็ถ้าไม่ครับใช่ไปว่ายน้ำกับคนอื่นแล้วไม่มาว่ายน้ำกับผมเนี่ยผมก็ใช้ไม่ได้บ้างเราสุดเลยเราเรียนนานแค่ไหนดูคลิปนั้นก็ตั้งแล้วสุดเลยว่าพูดนะสุดเลยว่าพูดครับเขาเป็นมองชุดว่ายน้ำของคนคนนั้นนะครับあの子の水着を見てたんですよ見ちゃったのねそれは壁ドンされますねでもなんで最後頭なでなでしてたのはなんでなでなでしてたんですか？ちょっとロボットさんが発達した。僕は、はい、飲んだいね。はい、飲んだいね。こういう感じで。怒らないでね。いい子、いい子みたいな。なるほど、素敵でした。じゃあ最後、じゃあこちらね。シント君のテスト。テスト、今の合格ですか？クリス君。合格しました。Thank you.